通称知ってますこのディスカバリースポーツ、ディスカバリーのゴツゴツタイヤとかね、まあ、ゴツゴツタイヤとかあ、ステアリングフィールはもう紛れもなくランドローバー、レンジローバーです。料理で言ったら同じお店の料理だなっていうのは分かる分かる、すごく感じます。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がランドローバーディスカバリースポーツ2018年式1万4000キロこちらの車両になります。小島さん、最初にはい、ちょっと車両の紹介の前にちょっと2つほどいいですか。はいはい、私恥ずかしながら完全に勘違いしておりまして、まずこの車、はい、ディスカバリーのスポーツ版だと思ったんですよ。はいはい、まあ、間違ってはないんですけど、うん、車格がだいぶ違うんですね。違いますね。違います、はいはい、価格もポジションも、はい、ポジションも違います、はい、なんかディスカバリーって前につくんで、はい、単純にちょっとそのコンフォートなのが、はい、スポーツコンフォートではスポーツなのがディスカバリースポーツで、はい、ちょっとオフロードに寄せたのがディスカバリーかなと思ったら、はいはい、もうそもそもポジションが全然違います。違うと。違います。で、価格もだいぶ違うんですね。違います。はい、で言ったらこれ一番ランドローバーのエントリーなんですね。そうですね。一番こうもう踏み出しやすいスタートモデルというか、はいはい、まずはちょっとここからどうですかって、はい、そういうモデルになります。そういうポジションの車なんですね。完全に勘違いしておりました。そうです。だから結構中古車価格も、はい、ディスカバリーとディスカバリースポーツ一緒に探すと、はい、えらいこっちゃになっちゃうんですね。全然違いますね。はい、だからもう趣味性ともう入門編じちゃう感じですね。そういうところの税が違いますね。で、装備なんかもいろいろ違うと思いますので、はい、まあ、今回ちょっとその辺を、はい、であと僕いいなと思うのはもう一点、はい、通称知ってますこのディスカバリースポーツ、ディスカバリーの通称ですか。通称です。僕も調べるまで全然知らなかった。いや、それ分からないですね。ディスカバリースポーツの英語の DISC のところだけ読んで、はい、ディスコっていうらしいですよ。あ、そうなんですか。通称ディスコっていうらしい。だからディスコスポーツなんですよ。それさっき言ってたの何言ってんのかなと思ったらそういうことなんね。ディスコです。ディスコですね。はい、なんかその通称がある車ってよくないですか。なんかカリティじゃないけど。ああ、そうですね。ちょっと広める感じで。ちょっと愛着がちょっと湧きそう。ああ、そういう僕たちが知らないだけで広めるとかそういう。多分一般的なランドローバー好きな方は多分ディスコで通じるの。通じますね、はい。恥ずかしながら私知りませんでした。はい、そんな車を今回ご紹介させていただきたいと思います。で、今回ご紹介させていただくのが、グレード SE ということで、はい、グレード X があるみたいなんですけど、はい、一番エントリーというか。エントリーですね。はい、で、これ本国だと結構こうバリエーション広いみたいですね。オプションのオプションというかそのもうなんていうか、グレードもなんか7グレードぐらいある。そうです、そうです、はい。で、なんかオプションも、はい、日本国内は多分漏れなくいろいろついてきたりすると思うんですけど、本国だとなんか安全デバイスとか、オートエアコンとか、パワーシート、キーレスなんかも全部オプションらしいです。全部オプションです。すごくないですか。だからポルシェの本当に安いバージョンみたいな形で本当にもう素だったらこれで乗れますよみたいな、そういうお車だと思いますね。でポルシェでもなんか安全デバイスオプションですとか、まあまあそうです、ね、キーレスありませんとかって未だないじゃないですか、はいはいはい、今の時代、そんな中で本国これ出た当時は本国の方はそういう多分設定だったっていう。だからもうそれがもう物語ってますよね、ポジションもなんか。そうですね、はいはい、もうとにかくもうオフロードで使っていただいてもいいですし、はい、まずはエントリーとしてここから入っていただけると、はいはい、で今回は車は、一番エントリーの SE ということなんですけど、まあ、必要最低限というか、まあ、日本で受けるだろうという、まあ、必要だろうというオプションをつけたグレードになりますね。でオーディオだったりちょこちょこっとこう、はい、欲しい装備もついてますんで、はい、結構いいんじゃないかなと。もう意外にね、ディスカバリーですね。そして価格ももうすごく魅力的な価格なんですよね、はいはい、なんで本当にちょっと興味あるけどさすがにちょっとディフェンダーとか、はい、ちょっと1000万円級のちょっと車格試しに乗るにはなっていう方には結構、ちょっと僕今ボケたんですけどね、ディスカバリーですねっていうので。どういうことですか。あ、いいです。どう発見ですねっていうことで。あ、そういうことなんですか。そうです。英語はちょっとできないもんで、はい、ちょっとそんな車、はい、そしてまず外観からちょっとご紹介させていただきたいんですけど、はい、19年に、モデルチェンジしたということで。そうですね、はい、顔つきがちょっと変わってますけど、はい、ちょっとこの丸いプロジェクターと、うんうんね、これがなんか僕逆にっぽいなと思ったんですよ、はい、こちらの方がっぽいなって思ったんですか。しっくりくる感じ、はい、で現行のってちょっと四角いプロジェクターになって、はい、ちょっとシュッとしたじゃないですか、はい、そうですね。なんかよりなんか他の上級グレードの方に寄っていったなっていうんで、ちょっとオフロード感は少し薄れたのかな、はい、最初にもちょっと触れたんですけど、これディスカバリー のスポーツ版じゃなくて、どっちかというとイヴォークの方に近いみたいです、はいはい、イヴォークのディスカバリー版って言った方がなんかしっくりくるということで、はい、ただちょっと前回りなんかは、まあ、そういったところも感じつつライトも含めなんかちょっとオフロードっぽさ、特にこの下のバンパーの形状とかもちょっとオフロードっぽい感じで、当然その
オフロード性能も求められてますから、はい、まあ、ある程度 そのアプローチアングルだったりだとか、はい、まあ、そういったものも計算されてる、こんな感じのバンパーになってると。なんか良くないですか、ちょっとあの高級感も適度にあって。そうですね、はい、ランドローバーのちょっとこのオフロードを精通するところもちょっと演出されてて、はいはい、ただちゃんとこういったところはグロスブラックにペイントされてたりとか、はいはい、なんか本当にこう素地のパーツも全開とかってなってくると、はい、なんかもう露骨じゃないですか、はいはい、適度になんかこうスポーツ要素、ね、コンフォートの要素もすごく取り込まれているという、はい、そして、横回ってみましょうか。でまず寸法的なものが全長が4610、全幅が4895で、高さの方が1725kg という、あ、ごめんなさい、1725mm ということで、サイズ的にもディスカバリー4とか、あとディスカバリー、ごめんなさい、サイズ的にもディスカバリーより全然やっぱりちっちゃいんですね。ちっちゃいですね、はい、ちょっと救急車が、あ、ディスカバリーって発見って意味じゃなかったっけ。そうで、ね、あ、そうなんだ、ディスカバリーチャンネルじゃん。あ、そういうことですか。そうです、失礼しました、探索とか、そうそう、探索とか、失礼しました。ディスコで着るとデリー、とてもディスコあ、そうなんだ。いや、違います、うん、ネイティブな人からするとおかしい、ディスコベリーになってそう、そして寸法的なものでいくと、一応4610、全幅の方が4895、高さの方が1725mm ということで結構コンパクト、はい、でディスカバリーと比べても全然全長も240mm ぐらい、そして全幅も 25mm、 だから全然一回りちっちゃい、はい、ただイボークよりかはちょっと大きいということで、ちょっと大きいですね、はい、結構あの絶妙なサイズ攻めてきたなと。そうですね、で感覚的にはあの GLC とか、はい、X3 とか、うんうん、あの辺とちょっとサイズ感クラスは似てるのかなっていうのは似てますね、ちょっと僕感じました、はい、でこの色がまた今回良くないですか。そうですね、このバイロンブルー、はい、ちょっとなんかこの白でもなんかちょっとまたイメージがし、うん、黒でもイメージがし、この水色ってあんまないじゃないですか、他のドイツでも。ドイツ、そうですね、あんまりないですよね。昔はちょこちょこあった気がしますけど、最近ないですね。メルセデスとか少し前ちょっと水色とかありましたけど、はいはい、なんかあんまりこう見ない形でこの色でっていうのはすごく僕いいなと思います、うん、そして足元の方は、今回装着されているのが18インチということで、オプションでこれ19もあるんですよね。19になりますね、はい、でタイヤの方が、2356018ということで、このなんかサイズ感と履いてるタイヤもすごくいいなと思ったんですよ、うん、というとなんかゴツゴツすぎても、はい、なんかちょっとこう嘘っぽい感じしちゃうし、はいはい、かといってすごくコンフォートなタイヤ履いてても、はい、なんかちょっと違うなっていう、うん、で今回履いてるのが、ラングラー、はい、グッドイヤーのタイヤですね、はい、こちらが装着されています。そしてなんかホイールのデザインも他のランドローバー、レンジローバーとつながるデザインで、はい、なんかちょっとっぽいなっていう、ただタイヤがちょっとあれですね、少し痛みが、ああ、そうですね、ちょっと ね、 そうですね、はありますね、まあ、年式的にも2018年ということで、はい、4年経過してますから、まあ、もちろんそのまま使っていただいてもおそらく大丈夫じゃないかなとは思いますけど、はい、交換推奨ということで、タイヤ変えても結構イメージ変わるのかなと思いました。ゴツゴツタイヤとかに、まあ、ゴツゴツタイヤ逆にそれを演出しても面白いですけどね、面白いですね、はい、ディスカバリースポーツでちょっとゴツゴツタイヤ履いて、ゴツゴツタイヤ履いて、はい、ちょっとホイール黒くしてね、そういうのもかっこいいかもしれないです。そしてフェンダーハーチもこのしぼしぼの、はい、素地のフェンダーがついているので、はい、割とポーサも演出されつつ、はい、そして足回りの方が、フロントストラット、これ後ろでも紹介しますけど、後ろはインテグラルリンクということで、はい、あの足回りが、うん、あのちゃんとこう計算というか考えられてるらしいですよ。フロントに油圧式のリバウンドストッパーっていうのが入ってて、はい、まあ、要はその強い入力もちゃんと受け止められるようになってるらしいです、はいはい、だからただなんかこう形だけ、うん、ぽくして、はいはい、エントリーで販売してますよっていう感じじゃなくて、はいはい、ちゃんとそのオフロードとかの使用もちょっと想定した設計になってるらしいです、はい、だからちょっと前にご紹介させていただいた、うん、あのジープのレネゲードとなんか同じ匂いを感じるんですよね、うん、あ、エントリーででもしっかりちゃんとやるところやってますよってです、ね、そうそうそう、ちゃんとメーカーの求めてるところがもちろん備わってますよっていうのをすごく感じました、はいはい、なんでこんな感じの足元なんですよ。あとは全体的なこのシルエット、はい、サイズ感、最初にも触れましたけど、はい、いいとこなんか。でもこのサイズ微妙じゃないですか。微妙っていうかこのサイズ感でこのエンジンでこの価格帯ってあんまないんですよね、はい、だから普段使いとか、はい、ファミリーユースとか奥様乗られるとかすごくいいな、うん、いいと思います、ね、まあ、7人乗りの設定もあるってことありますね、はい、結構な30万円ぐらいのオプションみたいな、はい、ただちょっと7人で使うよりかは、はい、まあ、ちょっとその日誌として使って、はい、普通に5人乗りっていうのも割といいのかな、はい、であとは横なんかも結構高いですよね。
そうですね、はい、比較的やっぱりオフロード感じはありますよね。でスライドあのスカートもこの張り出してないんで、はい、割とその辺も計算されてるのかなと、はい、そしてリアもちょっと先ほど触れましたけど、同じ2356018で、インテグラルリンクってことで、これがディスカバリースポーツ専用設計らしいです。足回りの設計が、足回りが、はい、で何かと利用してるってことではないってことですね。イボークとの兄弟車だからそのまま同じ足回りですよとかそういうわけじゃないらしいです、はい、ちゃんとディスカバリースポーツに専用設計されてて、はい、一応前後左右の剛性を確保しながら、はい、この荷室が使えるように、はい、ちゃんとスペースが取られるような足回りの設計になってるらしいです、はい、荷室重視、そうです、はい、多分オフロード優先でいくと多分アーム長く取ったりとか、うんうん、もしくはそのストロークすごく確保するために、はい、ここのスペースすごく確保しなきゃいけないと思うんですよ、はいはい、そうすると荷室が狭くなっちゃうじゃないですか、それをいいとこを取って、はい、ちゃんと新設計の足回りでやってるらしいです。ちょっと気になる荷室の方はこの後見ていただいて、はい、あとここがやっぱりランドローバーだなと思いました。なんかこのラインこのラインがね、はい、このラインはねちょっとあれですね、ここら辺のテールのこのラインとかもそうですね、このデザインと、はい、デザイン、ね、そしてこんな感じのスポイラーが大型のものがついてて、これ良くないですか、はい、このデカエンブレムが、はいはい、ディスカバリーマットではないですかね、ハンツヤの、はいはい、シルバーのエンブレムもついてて、テールランプもテールランプちょっとヘッドライトだから一緒に似てますよ、はい、丸いの。これなんかちょっとあの僕の勝手なイメージですけど、価格より高級に見えます。あ、価格帯から見てね、うん、やっぱでも作りがしっかりしてるっていうのをちゃんと理解したら安い気がしますよね。いやだから最初はディスカバリーのそれこそスポーツ版だと思ってたんで、うんうんうん、あの中古車情報サイト見てびっくりしたんですよ、はいはいはい、え、この価格帯なのと思って、はいはい、そしたらあのめちゃくちゃ安くなってるんじゃなくて、もうそもそも定価設定も、はい、そういう定価設定で、うん、車の立ち位置はもうそうなってるんです、はいはい、そしてリアバンパーもすっごい上がってません？なんかすごいこう角度が取れるリアバンパー、うん、はい、そしてマフラーは日本だし、そして全部ここ樹脂なんですよね、はい、ザラザラのこの感じになってると。この辺の樹脂はね、多分オフロードというか意識してますね。まあ、多少当たってももちろん気になりませんし、うん、はい、こんな感じのエクステリアになっております。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクは後ろからも開けられるようになって、はい、これボタンになってると。パワーテールゲートじゃないですか、はい、すいません、うちの撮影者ティグアンパワーじゃないですよちょっと装備いいなと思っちゃいました、でトランク広くないですか。そうですね、さっきのね、ここすごいなと思いました。だからあれだね、すごいですよ、はい、だってここまでえぐってあるんですよ、はい、で下もこれだからスペア積んでなかったらものすごい容量じゃないですか、はい、うん、だからあれですよね、7人とか3列シートがあったらこのシートが入る、ね、そうですよね、はい、だすごいスペース、スペース、そして、容量的なものでいくとトランクが980リッターで、まあ、シートとか全部倒せば1700リッターってことで、はい、これなんかもう驚異のサイズだなと思っちゃいました、はい、じゃあ行きましょうか、はい、そしてゴルフバッグの方はちょっとギリギリですかね、うん、逆にすればここで避けられるのかなってちょっと思いました。ここね、はい、ここでもこのサイズがこっちを前に、あ、こっちを前にしてね、はい、あ、こういう感じしたらもしかしたらいけるのかなっていう、はい、いけそうくないですか。いけますね、はい、いけますね、はい、で斜めに積めば2つぐらい、はいはい、まあ、トノカバーはちょっとできなそうですけど、はい、結構な容量、うん、だこのサイズで言ったらだいぶ優秀じゃないかなと思うんですよね。そうですね、でさらに倒せるわけじゃないですかこれ、はい、あ、ちょっとフラットにはならないんですね、はい、カチャってなりました、はい、フラットにはならないですけど、まあ、わずか3センチ、4センチぐらいですかね、段差はありますけども結構な、はい、スペースが確保できる。これいいですね、ちょっと、あ、前にもスライドするんですね。すります。なるほど、で、あの一応後ろにね、はい、乗る用にも作ってるからスライドは、あ、なるほどなるほど、はい、します、ね、その辺の関係もあってできるようになった、はい、だこれトランク側から倒せたらなおいいのかなと思いました。シートがトランク側からね、はい、ワイヤーでいいんで、はい、電動じゃなくて、はい、あります。あ、あるんだ、失礼しました、カメラマンに教えてもらいました。なんですって、おっと、けど分かりづらいトランクがありました、下見ちゃんとしとけよっていう。ほんとだ、だいぶ装備いいっすね、失礼しました、はい、あの全国のランドローバーユーザー様の皆様失礼しました。ディスコファンの方、そうなんですよ、あの土パフォーマンスが欲しいっすねなんてものはもうついてんすよ、はい、はい、
侮らないでなんですよ。侮るなよと、まあ、非常に使い勝手の良さそうなトラックです、はい。じゃあ続いて内装の方見てみたいと思います。一応スマートキーも当然ついておりまして、あれこれスマートキーですよね。そうです、はい、はい、失礼しました。そして内装の方はちょっとコメントに困る感じなんですけど、いつもちょっとこう超高級車をご紹介させていただく機会が多いじゃないですかなんでここベタ褒めすげえおしゃれですねとか故郷がありますねって言ったらそれただの嘘つきになっちゃうんで、うん、正直レビューで言うとすごく真面目、はい、はい、ちゃんとなんかこの水平基調のダッシュボードと、はい、なんかこの黒でまとめられたインテリア、はい、質感はもう正直めちゃくちゃ高いかっていうと、まあそのデイリーユースな乗用車って感じですけど、もうすごく全然悪くない、はい、特にデザインはやっぱりジャガ共通のいろいろなものダイヤルとか感じますけども、非常に全然悪くないんじゃないかなと。で今回の車はなんとメリディアンがついているということで、ちょっとオフロードなところ、体育会系なところで言うとちょっと手を抜きつつあるところなんですけど、しっかりまあそうですね、押さえてるってところですよね、はい、今回メリディアンもついてるんで、まあ、非常に快適さもアップしてるかなと。やっぱり高さ感じますね、床の高さを感じます。乗り込むところですね、はい、ただこのサイドシェルと床の高さがそんなに差がない、はいはい、これいいっすね。なんか こういうのあるじゃないですか、こう、はいはい、よいしょってまたぐのないんで。ただスカフプレートはちょっと掃除じゃメリディアンとかついてるんだったらちょっとここアルミのプレート、そこはいいんですよ。あ、そうです、はい、そうですね、いいんです、そういう色気は求めてなかったです、はい、失礼しました、はい、そして乗り込むとこのパブリックのシート意外にいいっすね、はい、そう意外にねいいんですよ、はあ、なんか、ね、手触りというか肌触りすごくいいです、うん、ちょっと大きめの目な感じですけど。でシートは正直ホールドはあんまり良くないです。このサイドサポートもちっちゃいし、ただ背中は結構しっかりホールドしてくれますね、うん、なんか車外のモケットのスポーツシートみたいな、なんかレカロとかでも、ね、座面フラットのやつあるじゃないですか、はいはい、あんな感じがするっすよ。ただ全体的になんかこうちょっと芯の硬さがありつつ、お尻は少し沈み込む感じ、うん、で調整はフルパワーがつくやつですね、これ、はい、乗ってる人のパワーがつくやつですね。そう、筋トレシート、筋トレシートですね、はい、筋トレシートです、はい、一応この高さ調整と、あとリクライニングは反対側ですか。あれリクライニングどこに、横ですね、シートの横、このダイヤルですね、ダイヤル、ダイヤル、これダイヤルは結構好み分かれるんじゃないでしょうか、うん、さってできないじゃないですか、はい、はい、でも、はい、普通のこのクラスの、はい、例えばゴルフだったり、はい、考えてみたら同じです。あ、まあまあそうですね、同じです、はい、このダイヤル式のリクライニング、はい、あとは前後スライドも当然、はいはい、調整も、うん、まあまあまあ普通です、そうです、はい、そしてステアリングの方はサイズもそんなにこう大きすぎずちっちゃすぎず、そうですね、はいはい、太すぎずでこうゴツゴツしてないんで、はいはい、まあ、指引っかかんないって言えばそれまでですけど、はい、逆にこう、うん、切りやすいのかなっていう、癖がないですよね、あります、はいはい、でこの辺の操作はメーターのこのインフォメーションに出てくると、はい、こんな感じ仕様になっております。一通りね装備してますよね。そうですね、うん、必要なものはついてる感じがします、はい、ついてます。そしてこのウィンカーとワイパーはこのレンジおなじみですね、はい、なんかデザインとなんかポジションが同じ、はい、でパドルもついてるんですね、うん、こんな感じになっております。そしてメーターはアナログの240キロまでのメーター、はい、そしてこちらレブは6750ぐらいですかね、はい、からの、そして真ん中にインフォメーションが出るタイプになっております。これレンジずっと変わんないですね、ここっすね、そこね、うんうん、これいいっすね、うん、結構車によってはここ見えないのあるじゃないですか、うんうん、このレバーとかで、うん、すごくここでも生きてるね、またね、あ、ベタベタにもなる、ベタベタになったりとか、これ全然大丈夫っすね、はい、大丈夫です、はい、こんな感じになってます。で真ん中にインフォメーションがこんな感じで出るやつ、そしてこっちはタッチパネルのナビゲーション、はい、はい、でカープレイもなんとついてるということで、はい、はい、ちょっと、はい、でカープレイもついててカメラも360度が、はい、いいですね、はい、この辺の装備はついてて欲しいところはしっかりついてると、はい、閉めれば、はい、もう最新のなんかぐるって回ってもう足元がどこにあるかまで、うん、はいはい、かっていうとそこまでいかないですけど、まあ、はい、あれ使わないもんね。いやオフロードだと結構必要みたいですよ、こんな感じで個別にも、はい、あ、だから個別には見えるのか、個別に見えます、はい、こんな感じになっております。はい、そしてエアコンはデュアルゾーンじゃないんですね。
じゃないです、はいはい、でも全然いいです僕、はいはい、もうそこはいいです、はい、いいんですそこはいいです、 いいんですここは触れてくれるなと、はい、いいんです。でディスクも入るタイプになっております、はいはい、エアコンもなんかすごくこうなんていうんですか、はい、直感的に操作できて、はいはい、最近もうボタンもすごいのとか中入って調整するやつもあるじゃないですか、はいはい、そこからすると結構こうもう、いいんです。シンプルイズベスト。シンプルイズベストです、はい、そしてなんか装備がついてるとかついてないとか言ってるのに、はいはい、ここは標準なんですね。そうですね、はい、ヒルディセントと、はい、あとモード切り替えと、はい、これすごくないですか。ここはね、ここはやっぱり譲れないところですよね、はい、本国ならキーレスとかもオプションなのにここはついてくるんですよ、はいはいはい、もう車のキャラクターがもう物語ってると、ね、はいはい、そしてアイドリングストップだったり、はい、エコモードだったり、はい、この辺もついてる。あと ETC ここはちょっとないんじゃないかなと思ったんですよ。ここはね、はい、これ多分メーカーオプション、日本仕様のメーカーオプションなのか、はい、あのディーラーオプションなのか分からないですけど、そっちに入れてほしかったですね、はい、うん、ちょっと狭くなっちゃってるじゃないですか、うん、そしてビジュアル的にもうーんって感じじゃないですか、うん、ただこれはちょっと移設できないんですよね。できんのかな、まあ、横じゃない、できても、うん、まあ、そんな感じですよね、うん、配線の長さとかもあると思います、うん、ここ ETC が一応ついております。そしてこれジャガーとかでもおなじみの、はいはい、出てくるやつね、はい、ここにすると入ってくるやつですよね。かけないとダメか、かけるとこんな感じで入ってくるやつ、はいはい、これって出てこなくなっちゃうとかってないんですか。この故障はね、はい、聞いたことないんですよ、ね、本当ですか、はい、まあ、でも、もちろんあると思うんですよ、はい、あるよって方もいらっしゃるかもしれないけど、私どもではあんまりないですね。本当ですか、はい、小島さん聞いたことがある、はい、割とこの辺も大丈夫か。そしてアームレストがないですけど、一応小物入れと USB と SD カードも、はいはい、刺さるようになってるかな。しかも HDMI もついてるんじゃないですか、はい、これ、はい、でもね、これ僕一つだけ言うなって言ってたんですけど、はい、アームレストは欲しかったです。あ、ちょっと移動して乗ったりすると、はい、やっぱ癖でね、まあ、こっちあるからですけどね、はいはいはい、ちょっと欲しかったです。確かに僕もそれちょっと思いました、はい、かもしくはここから出てくるやつとか、はいはいはい、そういうのがちょっとないと、はい、ここだから少しこう試しさは感じます、はい、同じ価格でももうちょっと豪華なやつはあるんだろうな、はい、うん、ただ結構しっかりしてしっかりしてますね、はい、何でしたっけ、レネゲードでしょ。レネゲードこれグラグラだもんね、はい、そこからすると車すごく真面目に作ってるなっていうのは感じます、うん、はい、そしてペダルちょっとフットレストちっちゃいですね、うん、もうちょっと大きいのがいけたんじゃないかなと思いますけど、ただレイアウト的にはごくごく自然、はい、で操作感も全然悪くないです、うん、はい、でゴムなのはやっぱりこのキャラクターもありますから、はいはい、すごくしっくりきてます。でそんなに足元も狭くはないですね、はい、そしてブレーキもドセンターなんで全然好印象です、はい、そして上に行くと上はピラーファブリック、すげえ細く見えますねピラー、うん、細いねちょっとね、多分デザインがそうなんだよね、こう出っ張ってる感じが、ね、こっちにすごく取ってあるんで、はい、視界すごくいいですね、うん、そして天井も同じく、はい、グレーというべきかデージというべきか、このそしてバイザーこのビニールのタイプ、はいはい、そこちょっと後で触れていいですか、はいはい、そしてこれ手動なんですね。これね、はい、これ自動じゃないんですね。ここ手動で、これちょっとつけっぱなし心配だなと思ったら、うん、これパタッて閉めると勝手に消えるようになってるんですね。あ、そうなんだ。多分これ出しっぱなしでもタイマーで消えると思うんですけど、うんうん、はい、一応この辺がでもね、こことかって結構ここの接点がダメになっちゃって、はい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 、つかなくなるじゃないですか、はい、そう考えたら絶対故障しないもんね。あと結構ここ割れるんですよね、車種問わず。割れる割れる、あのレンジローバー、ランドローバーだけじゃなく、はい、欧州車全般ここ割れて、この蓋がなくなっちゃうとか、うん、はい、今回は全然問題ありません、うん、そして小島さんがさっきパカパカやってましたけど、はい、最近珍しいメガネホルダーが、はいはい、ではちょっと一点物申していいですか、はい、合成が足りないですもうちょっとここ中骨組み欲しかったっす。あ、はい、まあね、そうですね、いいじゃん、ついてるだけでも、はい、こんな感じになってると、うん、そしてリアの視界はこんな感じで、はい、割といいかなという、はい、後ろ視界いいっすね。あ、ヘッドレストがちっちゃいからか、うん、すごい後ろの視界はいいです、うん、はい、こんな感じのインテリアになっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろのドアもなんか大きいっすね。大きいですね、はい、そして小島店長が今乗り込むと、僕もさっき乗らせてもらったんですけど、はい、広くないですか。広いですね。168センチです。十分ですね。頭上も全然、はい、そしてリクライニングできるんですよね。リクライニングできますし、まあ、これはね前後ろあるんで、はい、すごい。じゃあ閉めてみて、
あ、快適。すごい。僕らの撮影車でワーゲンのティガンの毎日乗ってるんで、ちょっと無意識で比べちゃうんですけど、ティガンより全然広いです。すごい。視界も広いですし、すごいいいですね。足元もめっちゃ広いんですよ。広い広い。ちょっと組もうと思ったら組める。そしてリクライニングめっちゃ良くないですか。うん、いい。でクッションそんなにすごく柔らかいわけじゃないですけど、割とこう張りがある感じですけど、うん、でもヘッドレストもなんだろう、いいっすね。しっかりきます。で前低いのあるじゃないですか、たまにここら辺でも、はい、もうしっかりきますね、はい、一番下でもしっかり、うん、でアームレストも結構な高いっすね。アームレストも高いです。だから逆にいいですね。でドリンクホルダーと小物入れもついてるんですか。それ小物入れついてないです。ああ、ここに入ってます、はい、あ、ちょっと高さあんまりないですけど、小物入れと、うん、ただ装備的なものがリアほぼないんですね。うん、ないですね。シートヒーターとか、うん、エアコンの調整とか、はい、でもこうシートの方がいいんじゃないかな。たまにレザーとかだとそのチャイルドシートになるともう大体傷になったり跡になったりするじゃないですか。使い勝手いいですよね。だから使い勝手はすごいいいと思いますよ、はい、まあ、もちろんその夏場冬場の温度差もないですし、うんうんうん、デイリーユースにはすっごくいいなと思う。すごいいいと思います、はい、うん、そこの層ですよね。いいと思います。すごいいいと思いますよ。だシートヒーターはちょっと欲しいなと思っちゃう。シートヒーターね、はい、まあでも全然ありです。うん、うん、ありです。いや思いのほか良かったです。じゃあ続いてエンジンルームの方を見てみたいと思います、はい、でエンジンの方がリーター直四ターボ、はい、馬力の方が240馬力、5500回転でトルクの方が 34.7kg1750回転ということで、まあ、そのまんま低速からトルクがしっかり出るタイプ、はい、そしてこれに組み合わせるのが ZF 製の急速オートマ、はい、このコンパクトっていうか、まあ、決して大きくはないボディでしっかり急速のオートマなんですね、はい、そうですね。でこれ2速から通常使用する、はい、仕様になってるみたいです、はい、1速はほぼ使わない。使わないです。だから超低速とかローギア、うん、トルクが必要な時だけ1速に入る、はい、仕様になってそうです。で一応もちろん四駆ですんで、これが、第5世代のハルデックスカップリング、はい、アウディでおなじみのやつですね、はい、ただちょっと別の動画でも紹介しますけど、ハルデックスってもうなんか今吸収されて別の会社の一ブランドになってるんですよね、はい、でいろんなところに供給してるんですよね、はい、だからボルボもハルデックスだし、はい、確か BM も一部車種かな、はい、なんかにも一部供給してると、はい、その辺の四駆の性能は間違いないと思いますし、間違いないです。当然メーカーごとに味付けを変えてあると思いますので、はい、これはこれで多分ランドローバーの四駆っていう味付けになってると思いますので、はいはい、この後ちょっと乗ってみたいと思います。続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。フード引く、めっちゃ低くないですか。そう、はい、だってガラスの縁全部見えますよ。あ、はい、乗りやすそう。ただボンネットどこが先っぽか分かんないですね。まあでも今視界が良すぎて、今分かる車少ないから大丈夫です。そんな時はカメラです。カメラですね、はい、前と、はい、だすっごい視界いいですよ。ここもだってこんなに撮れてるからし、うん、ミラーも見やすいですよね。いいすいいすいいす。乗りやすさは結構あれじゃないですか、抜群なんじゃないですかこれ。どうですかね、もう完全未知の領域なんで。あ、ステアリングフィールはもう紛れもなくランドローバー、うん、レンジローバーです。というのはどういうスムーズ。スムーズ、めっちゃスムーズ。もちろんレンジほどなんですか、すっげえ軽いぬるぬるな感じしないですけど、うん、めっちゃスムーズで、このボコボコ内の意外に回しやすいです、うん、参りましょう。で今回は僕のわがままで坂道が走りたい、オフロードじゃなくてもせめて坂道が走りたいってことで、
で240馬力車重が2トンということで、まあ、ちょっと絶妙なところじゃないですか。もっと車が軽ければ240馬力結構スポーティーだなって感じですけど、2トン近くあるんで、まあ、その辺はちょっと気になるところ、うん、そうですね。ちなみにあの撮影者のティグアンはもっと全然馬力出てないんですけど、はい、まあ、あの車重の方も全然軽いんで、はい、400キロぐらい軽いってことなんで、うん、その分重厚感とかは結構あるのかな、うんうん、あとは結構振動ありますね、エンジン。そうかけた時にありますけど、ハンドル握ってください、うん、そうかな、結構振動を感じます。ディーゼルじゃないですよね、ガソリンですよね、うんうん、ですだよねだよねだよね、うん、ちょっとドドドドドドって感じます。ただもちろん走り出せば全然ですけど、うん、アイドリングの時にちょっと多分ね、それはね、はい、いろんな意味あるけど、はい、いい車乗りすぎじゃねえっていう、ああそれは多分あると思います。あると思いますよ、バグってます。え、出足めっちゃいいですよ、全然2トンある感じないですよ、だ重厚感めっちゃありますね、うん、でも車はちょっとふわふわな感じはしないですか？そうでもないですか？オフロードな感じします、うん、はい、高級な感じの、 あのフラットでめちゃくちゃ乗り心地いいっていうよりかは、ちゃんとこう箱がグワンってこう動いてる感じ、うん、はい、でもランドローバーとかレンジローバーっていうか、すごい幅広いよね、はい、車のね、広い広い広い、こういう、ね、車もありながら、え、広いけど、でもなんかちゃんと同じものを感じますよ。同じものを考えると、はい、感じます感じます。一応今あの会社のデモカーで使わせてもらってるのは、うんうん、そのディフェンダー使わせてもらってるじゃないですか、うんうん、で、まあ、レンジの他の、うん、レンジスポーツもそうだし、うんうん、レンジもそうだし、車両紹介でも何台も撮らせてもらったじゃないですか、うんうん、ちゃんと同じなんかその味付けを感じます。味付けっていうかなんか料理で言ったら同じお店の料理だなっていうのは分かる分かる、すごく感じます。ブレーキのそのフィーリングだったりとか、ステアリングのフィーリングだったり、車のなんかそのすごくしっかりしてる感じとか感じます、うん、感じます。ただもちろん同じお店なんだけどメニューがいっぱいある感じかな。そうですね、そうですね、うん、ただもちろんそのこういうところにお金かけてない、うん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 、アームレスはでも欲しかったですね。でも思うでしょう、うん、特に高いところに乗り込むんで、こうやってこう乗り込む感じじゃないですか。それはないでしょ。乗り込む時はアームレストにやらないでしょ。なりますなります。そう、はい、こっちに住所欲しいなと思います。そう、え、これいいっすね。だから本当に、うん、だここの価格帯を探してる方で、はい、チョイスね、例えばその、はい、まあ GLA だったり、はい、まあ GLB は今高いからね、あれだし、ね、ベンツの X3 だったり、はい、X2 だったりっていうところの中の選択肢はすごい入れていただいてもいいと思いますよ。やっぱり出足めっちゃいいっすよ、うん、で意外に早い、うん、早いです。早い、うん、え、早い。あ、なんか助手席に乗ってても、あ、うん、そこそこパワーあるなって感じしますね。しますね、うん、あとはもうここのフロアから下のなんかすごいしっかり感感じます、うん、え、出足めっちゃいい。本当に足はだから本当になんかオフロードな味付けなんだなって感じします、うん。でも意外や意外、ちょっと劣化が始まってるタイヤでも、うんうん、全然静かだし、これだからタイヤ変えてリフレッシュしましょう。そうね。ぜひ買っていただいた方、うん、意外にあれかも、あれかも、うん、あれじゃないの、多分結構、うん、例えばその奥さん用の車とかで検討されてる方って、はい、ここら辺で多分あんま検討入んないじゃないですか。あ、はい、やっぱり無難なところで行かれるところのラインをあえてちょっとここら辺に変えてみたりすると、はい、いいかもしれないです、うん、いいかもしれないですよね、はい、砂地、泥、わだち、草地、これってないっすね、他にあんまり。このキャラクターの車って、うんうん、なんだろう、なんすか、このキャラクターの車なくないですか。ない、ない、ね、被る車が、うん、まあ、GLC って全然もっとオンロードじゃないですか、うんうんうん、だから結構ね、これでちょっとその家族でね、はい、ちょっと遊び行ったりとかっていうのもいいと思うし、はい、いや、そうっすね、うん、アクティビティにすごくいいなと思いました、うん、いいよね。でファミリーユースでも使えますよ、だってこんだけドランクが広くって、うん、ね、はい、
モケット逆にいいかもしれないです。逆にね、うん、でもそれこっちもいいですし、でペダルフィールも割と自然です、うん、ステアリングレスポンスもそんなに急じゃないです、もちろん、うん、やっぱり例えば奥さんとか乗られるときって複雑なのいらないじゃないですか。そうですね、まあ、すごく分かりやすい、分かりやすいんで、はい、ちょうどうちがあの前に乗ってた国産ミニバンと同じフォーメーションです、うん、ダイヤル3つで、うん、はい、デュアルゾーンじゃないシングルゾーン、うんうん、いいんじゃないの。国産車で300万円台の車を買うって考えたら、はい、いいチョイスだと思う。いやいや、だいぶいいですよ、うん、このしっかり感と、はい、欧州車のこの走りと、うん、はい、このなんか本当に視界の良さびっくりしたっす、うん、ミラーもめっちゃ見やすいし、ここすっごい取れてますもんね、うん、ただその分リアのドアがすごく大きかったりとか、うん、ちょっとその車高高いんで乗り込むの少し大変だったりとかってありますけど、うん、びっくりした良さに、ね、やっぱりあの食わず嫌いとかなんかちょっとその何ですか、侮っちゃダメなんですよ。そう、ね、別に舐めたわけじゃないですけど、舐めたわけじゃないですね、やっぱりそれなりにやっぱりちゃんとしたメーカーが考えて作ってる車なんで、そうですね、ステアリングレスポンスは本当に四駆の車っていう感じですね、うん、多分これなんだね、イギリスとかその海外とかっていろんな使われ方してるよね多分ね。そうですね、うん、あと意外にそのボンネットの前が見えないのは、うんうん、あの走り出す前はちょっと見えなくて大丈夫かなと思ったんですけど、うんうん、意外に乗るとサイズ感つかみやすいっす、うん、横に関してはミラーめっちゃ見やすいし、うん、はあ、そうっすね、この急な入力はやっぱりちょっと少しバタバタってしますけど、なんか言うことない、安心して、ちょっと眠くなっちゃうぐらい快適です。快適だよね、うん、あともちろんそのロールも少し大きめかなっていう、こうコーナー曲がるときとか、うんうんうん、はい、間もなく料金所です。ちょっとじゃあ坂道に登らせていただいてもいいでしょうか、うん、はい、これ坂道ってすごい重要くないですか、うん、このトルクの出方とギアのつながり方で、はいはい、こうスムーズに上がれるかどうかと、はいはいはい、全然いいんすけど、この段差とやっぱりこっちじゃないですか、こっち走る車じゃないですか。あ、そう、はい、うん、いや、トルク沸騰、何の不自由もなく、はい、あのこれは正直ちょっと撮影者のティガンの負けです、うん、はい、ティガンの方が負け、トルク細いんですよ、ティガン、うんうんうん、1.4 リッターしかないし、うんうんうん、ミッションもあれなんで、うん、はい、だいぶいいっすね、うん、ちょっとこういうところはだからもう なおさらちょっと舗装されてないってことが行きたいっす、うん、これいいねっていう人って結構多そうな気がしますけど、僕何これいいねって、ね、この車、あ、この車ね、はい、なんか もっとなんかイギリス車ってこう、うん、なんかとっつきにくいイメージありません、うんうん、なんかちょっと独特で、うんうん、フィールも操作もなんかちょっと、うんうん、いい意味でそういうのはあんまりない、うん、ただちゃんと、価格帯抑えられても、うん、ランドローバー的なところはちゃんとしっかり、うん、抑えてるし、はい、抑えられてるし、うん、でも普段乗りでも別に大丈夫だしって言いますね。4駆しか作ってないメーカーですよ今時あります。そうね、はい、うん、ちょっとね、新たなあの選択肢に一つにぜひ入れていただければ、はい、ちょっとミドルサイズの SUV を検討してる人、うん、そうね、はい、ワーゲンとかね、体もいいと思うのね。いや、だからちょうどあの中古車情報サイト見たんですけど、うん、あのティガンと思いっきり、うん、あの価格帯とか被ってるんですよ、うんうん、家族とかもね、小さいお子さんとかも全然いいと思うし、あと今回この水色ですけど、ちょっといろんな可能性を感じました、うん、真っ黒黒とかもかっこいい、ね、ああ、そうよね、色でね、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけども、あの本当にちょっと勉強不足を今回反省しました。何、あ、ディスカバリーの、はい、あの僕の知らないいい車ってやっぱりまだいっぱいあるんだなと思います。やっぱ価格帯で決めちゃいけないですよね。そうですね、はいはい、
まあ、もちろんその1000万円級の車はいいのは当たり前なんですけど、手頃な価格ですごくいい車って多分まだまだあるんだなっていうのはちょっと今回再確認しました。だから僕は最初に言ったディスカバリー発見なんですよね。ですよね、はい、思いました思いましたね、はい、すみません。というわけで今回はランドローバーディスカバリースポーツをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。